人気の尾辻かな子さんです。尾辻さんどうぞよろしくお願いします。改めまして皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、前参議院議員の、尾辻かな子と申します。皆さんにはなんかご無沙汰という声がよく聞こえてくるんですけれども、実はですね、私は2005年、今から10年前ですね、2005年の東京のパレードで開会式の時に、今日はレズビアンとして、歩きますと大阪府議会議員の時でしたけれどもカミングアウトをして歩いたんです。そこから、10年が経ちまして、今日言われたのは尾辻さん老けたねって言われながら今日はこの前に立たせていただきました。2005年から2015年までの10年間、まず私が2005年カミングアウトした時は、あんたもうこれで政治家として終わりちゃうかって言われたんですね。ところが皆さんに支えていただいて参議院選挙に挑戦をさせてもらって、最終的には繰り上げ当選ということで、皆さんのおかげで日本で初めての同性愛を公言した国会議員としての活動もさせていただくことができました。本当にありがとうございます。ほんまね、10年前は考えられなかった。皆さんもどうでしょう、10年前、ね、こう若い人が多いからまだ20歳以下の人は学生だった方も多いかと思うんですけれども、10年前に描いた未来よりもこの日本はずっと速いスピードでいろんな変化が起こっています。もうね、いろんな方の挨拶にもあったように、ここ渋谷区でも同性パートナーの条例ができました。国会も今大きく変わってます。超党派で全ての党が揃っての今議員連盟が立ち上がってます。で、私はですね、民主党なんですけれども、実は今日先頭で民主党の政調会長の細野豪志さん、見た方もおられるかと思いますが、細野豪志さんが先頭で歩きました。私たちも今ワーキンググループを党で作って、これからの法制化に向けて話を詰めています。おそらくこれからの10年というのは司法と行政の時代、皆さんが幸せに暮らせるようにどうやって法律を作っていくのか、法律が皆さんの生活をサポートしていくのか、それを問う10年になると思います。まずは差別解消法を必ず超党派で作っていきたいと思っています。そしてもう一つは、やはりこの日本でも同性パートナーの法的保障の法律をこの10年の間に皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。これは私一人ではできません。後から挨拶に来られる議員さんもたくさんいらっしゃいます。ここにいらっしゃる皆さん、みんなで力を合わせて一歩ずつやっていけば